おい、用意できてへんやと。十万、今日までに用意せんとどうなるか言うてやったよな。俺、今すぐ取りに行ってこいや。親の金でも連れの金でも盗んでこいや。あ？変われ、変わるんや。変わる、変わる。お前らはクズや。クズはやっぱり死ななあかんで。あ？お前何言うてんねや、アホか。僕が生まれ変わる。そんでお前らは死ぬんや。そんなおもちゃで俺を落とせる思てんのか。おいたする子にはお仕置きせんとな。ほれ撃ってみろや、かすげ。てめえ、それ本物。待て、頼む、撃たんといてくれ。やった、やった。次は最近蒼天堀で多発する銃撃事件についてのニュースです。昨日蒼天堀南高校で起きた銃撃事件ですが、この事件もここしばらく連続する発砲事件と同じタイプの改造エアガンが使用されたと判明しました。警察は同級生に向けて発砲し、その後行方不明となった少年を追うとともに改造エアガンの出所の解明を急いでいます。なんや兄ちゃん、元気ないの。あるんか。あるで、おもちゃ売り場行くか。どうした。朝起きたら誠のベッドにこんなのが。今時書き置きか。誠らしいな。感心してる場合じゃないですよ。あいつきっと真珠の仇を討つつもりで一人で大阪の蒼天堀に。おいおい、まさか。いえ、そのまさかみたいです。あいつ俺の財布持っていきやがった。間違いないですよ。ち、あのバカが。どこへ行く。あいつは本気だぞ。さっさと行って止めねえと一人でアシュラに殴り込むぜ。達也。あ、もう一度聞く。お前本当にいいんだな。これ以上首突っ込むとマジで表の世界で戦えなくなるぞ。言っとくがな、あんたらのためじゃねえ。これは俺のけじめの問題だ。ほっといたままじゃ俺はこれから先前に進めねえんだ。わかった、俺たちも蒼天堀へ行くぞ。はい、了解です。おい、お前ら二人は留守番だ。ちょっと待ってくださいよ。ここを守ってろ。奴ら何を仕掛けてくるかわからないけど。俺もそう思う。そうしてくれ。悔しいけど確かに今の僕らじゃ何の役にも立てないよ。心配すんな、誠を連れて戻ってくる。大阪蒼天堀か。なんだお前、大阪初めてか。アメリカには行ってたくせによ。大きなお世話だ。おかけになった電話は。ちっ、誠のやつまだ携帯切ってやがるのか。いや、それとも携帯の繋がらない場所にいるのか。誠の行く当ては一つだ。アシュラの地下格闘場に行ってみるしかね。
らっしゃいませ。
死ぬか。
んや。
達也。純正だ。こっちだ。誠。おい、何やお前らは。貴様、さっさと金よこさへん。こいつが悪いんや。何だと。何やお前らは。マジ。誠、大丈夫か。どこをやられた。大丈夫だ。ああ、運のいい野郎だな。脇腹を撃たれたのか。内臓までは行ってないな。そうか。ったく、お前何やってんだ。うっせえ。てめえの力なんか借りなくても俺がドラゴンヒートをままで。しかし大阪は誰でも拳銃持ってんのか。撃ったやつは知り合いなのか。知らねえよ。知ってたら今すぐぶっ殺せ。分かった分かった。少しおとなしくしてろ。ニュースで聞いたまんまか。本当に拳銃が蔓延してるみたいだな。だろ。ほら、大阪はみんな絶対持ってんだ。ひでえ街だぜ。そりゃ偏見だ。誠、傷を見せろ。なんだこれ。どうした誠。ちょっとだけ我慢しろよ。すぐ終わる。やっぱり傷がやけに浅いからおかしいと思ったんだ。何？こいつはマジモンじゃない。ボールベアリングだ。だから何なんだよそれ。つまりこれを撃った拳銃は改造ガンってことだ。エアガンベースの改造ガンじゃ実弾は撃てない。そんなことしたら手ごと吹っ飛ぶのがオチだ。だからシリンダーを改造して規定以上に空気詰め込めるようにして、こんなベアリングみたいな鉄の弾をぶっ放すんだ。威力は本物には劣るが、当たりどころが悪いと死んじまう可能性もあるって代物だ。ヤーさんが撒いてるのか。本職の極道はこんなおもちゃさばいたりしない。じゃあ誰が。さあな。だが蒼天堀で改造エアガンの銃撃事件が多発してるってニュースと関係ありそうだ。誠、立てるか。くそ、大阪メイン。だからお前それ考えすぎ。右京達也。なんだてめえは。お前に恨みはないけど、死んでくれや。ほら、やっぱそうじゃんか。みんな持ってんだよ大阪は。しっ、黙れ。足が震えてんぜ。うるさい。僕は変わったんや。お前みたいな不良に僕は負けへん。僕はあいつらにも勝ったんや。あいつらにも。まさか他にも誰か撃ったのか。死んでも当たり前のやつや。ずっと僕をいじめるからや。そうか。だが所詮おもちゃなんだぜ。そいつはな、一回ぶっ放せば壊れる代物なんだ。よく見ろよ、中心にひびが入ってるぜ。ほら。おら。誰に頼まれた。腕が言え。血を売ってくれた人が、あんたを殺せば警察から逃がしてやるって言うこと聞けんと都合するって、一人殺すのも二人殺すのも同じやからって。そいつの名前は。知らん。じゃあどうやって手に入れたんだ。いつも見てる掲示板があって、そこで僕をいじめる連中のことを書いてたら、見慣れんリンクが貼ってあって、そこを覗いてみたら、改造すれば本物と同じ威力のあるエアガンを撃ってくれるって情報を見つけて、
裏サイトに書いてあった。スペードってクラブに行って10万でコインロッカーのキーを買うたんや。それでロッカーを開けたら中にエアガンのキットが入ってて。クラブで会ったのはどんなやつだ？鼻と口にピアスをしてる男やった。首筋にタトゥーが入ってて、アシュラ像の絵で。アシュラ像だと。警察か。今関わり合いになるのはまずいぜ。終わりや。僕は終わりや。お前、本当に誰か撃ったのか？撃った。お腹に、一発。腹か。服の上から撃ったのか？どんな服だ？革のジャンパーの上から血が出て。そうか。でもお前が撃った奴は多分死んじゃいないだろう。その改造銃じゃ内臓まではいかない。かなり出来損ないの銃だからな。今正直に警察で全部吐いたら情状酌量されると思うぜ。ほら、さっさと行け。自分を変えるためにこんなもんに頼んだか。で、どうなんだ？なんか変わったってのか？おい！もうあかん！やっぱりもう終わりや！終わりなんや！ふざけんな！変わるとかもう終わりだとか簡単に抜かしやがって。てめえみたいなやつ一生変わることなんてねえんだよ！達也やめろ。おい少年、今が本当に変われる時だぜ。お前さんは今確かにつまずいた。それをどうこう言ったってしょうがない。だったら次はどうするんだ？わからへん。あのな、わからないじゃない。お前は答えを忘れてるだけなんだよ。そこら辺の小学生でもその答えを知ってるぜ。起き上がるしかないだろう。お前も道でこけたらそうしてきたはずだ。昔できて今できないなんて言わせないぞ。そういう当たり前のことを忘れちまってるんだ。ちゃんと変わりたきゃ思い出せ。達也、話してやれ。じゃあな、すぐに殺が来る。逃げるのも立ち向かうのも自由だ。あとは自分で決めろ。さあ、達也、早く行くぞ。おう。でもよ、龍翔、お前ちゃんとしたことも言えんじゃねえか。まあな、少年院にいた時に世話になった刑務官が教えてくれた言葉だ。あの時はハートにずっしりきたな。ずっしりきて結局立派な屋さんになったってか。うるせ。たく、さっきのガキといい、どうなってんだ？人間誰でも殺したい奴の一人や二人はいる。拳銃が簡単に手に入れば、本当に殺しに走る奴が出てくるのは当たり前だ。あの銃さばいてる奴、捕まんだろうな。さあな。ただ、捕まってもすぐ出てくるだろうな。何？おもちゃを売ってただけだって言い逃れるだろうな。もちろんただじゃ済まないが、買った奴が勝手に改造したってことにしちまえば、大きなお咎めはなしかもしれん。買った奴とやられた奴だけが損するってことか。出血が結構ひどい。可能するとまずいな。龍翔、あんたは誠を病院に連れてけ。お前は？やっぱ許せねえんだよ。人の心の弱みにつけ込んで商売するような野郎が。どうやって探すんだ？さっきのガキがスペードってクラブで銃のキット買ったって言ってただろ。そこに乗り込んで、あとは出たとこ勝負だ。任せとけ。達也！似てるな、こいつら。
来いよ。こんなところで買い物か、うせろおっさん。ほう、右京達也君やないか。そうか、あのビビリのガキ、やっぱりしくりおったんやな。クズが自分の手を汚さねえで卑怯な手を考えやがって。てめえアシュラの一味だな。だったらどうなんや、アホな野郎が。せっかく拾った命を捨てに来たんやと。ああ、表連れてって後悔させるや。お前舐めてんのか。だけんじゃねえぞ。ボクシングがベースか。それ以外の技も多少いける。なるほどな。うるせえ、お前らあんなおもちゃを平気な顔してさばいてんのか。ありゃ俺の個人的なバイトじゃ。結構儲かっとるで。お前も一口乗るか。ふざけんな。俺を襲わせたのはお前だな。まあ
最近俺らに対して目障りなのが現れたらしいって聞いたんでな。あのガキ使うてちょいちょいっとお前を襲わせてみただけ。いたずらや、いたずら。なんだと。せやけど、あんなおもちゃやのうてもお前はどっちみちきっちり殺されるで、鈴木にの。鈴木？メテオ鈴木。次にお前がリングでやる相手や。てめえ。まあせいぜい気張りや。鈴木はめっちゃ強いで。30秒くらいはリングに立っててくれんと客も盛り上がらんからな。お前、右京達也やないか。志摩。なんや、お前ら知り合いかい。その辺、俺がきっちり言うときますから。達也、ちょっと待っとってくれ。さっきはびっくりしたぜ。ドラゴンヒートで戦ってから1年ぶりぐらいか。なんだよその格好は。見ての通りや。今は運転手や。お前こそなんで大阪に。こっちに女でもできたんか。そんなんじゃねえ。そうだ、あんたアシュラって連中のこと知ってるか。ちょっと待て、お前アシュラとやり合ったのか。ああ。悪いことは言わん、やめとけ。どうした。お前にドラゴンヒートで負けてから俺は大阪の地下格闘場タイガースゲートで戦っとった。でも俺はもう使い物にならんかったんや。まさか。もちろん腕は鈍っとらへん。ただもう人気がなくなったんや。裏の世界や言うてもプロのファイターやで。プロの世界は人気がのうなったらお払い箱や。
俺も何とかしてリベンジしたかった。でも格闘場自体急に客も減っていったんや。そしてファイターもおらんようになった。あいつらが現れてからや。あいつら、そうや、アシュラや。タイガースゲートの客はみんなあいつらのアシュラのところに流れたんや。秋田たちが作ったアシュラは派手な演出とネットベッドシステムですごい勢いで台頭してきよった。そしてファイターも皆そっちに引き抜かれていって。うん。せやけど俺に言わせたらあんなもん単なる見せ物や。格闘やない。あんなんと一緒にされてたまるか。俺は最後まで断った。あんたほどの男はこんなポロリングで終わっちゃあきまへんで。ぜひうちで。やかましいわボギー、早く帰れ。そうでっか、残念や。じゃあやり合うっちゅうわけでんな。俺は己のプライド、いや関西地下格闘界のプライドをかけてアシュラと戦った。せやけど気ぃついたらマットに沈んどった。たった10秒や。元ボクシング世界チャンプのあんたが情けないけどな、手も足も出んかった。ルールの違いっちゅうのは結構厳しかったな。まあ言い訳にしかならん。でもそれでタイガースゲートはめでたく解散っちゅうわけや。負けたんはしゃあない、俺の実力や。ただあんな連中、格闘をあんな見せ物にしか思っとらんような連中に負けたことだ。ただ情けのうて。戦った相手はメテオ鈴木、ルチャリブレ中メキシカンプロレスの元ヘビー級王者や。メテオ鈴木、次に俺がやるやつだ。何？おい、お前達也、お前はちゃんとボクシングやったらベルトをつかめる才能がある。わしが認める。何があったんか知らんが、こんな話に巻き込まれんことや。な、さっさと忘れて。ま、そう言うても止まるお前やないか。おっと、そろそろ若頭のお出ましや。島、あんたの仇俺が取ってやるよ。いらん。え？俺のためやったらそんなん必要ない。あんたらしいな。まあ他にも戦う理由は山ほどあるからよ。でも聞いちまった以上、あんたのことも理由になっちまった。それは俺の自由だろ。ふん、あん時秋田の誘いに乗ってアシュラに行ってもよかったかもしれんな。何？そしたらまたお前と戦えたわけやからな。大阪人の冗談にはついていけねえよ。せや、一つ教えとくわ。俺が今世話になっとる組の連中から聞いたんやけどな、ヤクザがアシュラに手出しせんのは裏でアシュラと警察の上層部とがつながっとるかららしいで。警察とアシュラが？せや、どうにもややこしい相手っちゅうことや。とにかく気ぃつけよ。
こら。Ah!
せや。遅かったな。大阪観光でもしとったか。お客さんお待ちかねやで。飽きた。あんなもん任せたのは何が目的だ。何の話や。変なこと気にしてる場合やないで。阿修羅の恐ろしさをたっぷり味わってもらう場合やさかいな。ルーチャってのは空中殺法のド派手なイメージが強いが、本当に怖いのは投げ技と関節技だ。捕まえられると勝機はないぞ。じゃあこっちはあえて打撃で行ってみるべきか。うん。なんだよ、違うのか。間違っちゃいないが、相手は元ヘビー級王者って話だぞ。ガタイは相当なもんだろう。軽いパンチじゃぶっとい首で吸収されちまう。じゃあどうすんだよ。効果的にダメージを与えるべきだ。例えば。例えばそうだな、まず懐に飛び込んで。飛び込んだら捕まれるだろうが。まあな。じゃあもういいって。ったく適当なやつだぜ。Welcome to the アシューラー。さあドラゴンヒート VS アシュラー、東西地下格闘界のプライドをかけた戦いはいよいよアシュラの本拠地で第2幕だ。なんで陸王がここにいんだよ。金になると思って聞きつけてきたんだろ。ま、あいつの商売だ、文句は言えないな。陸王の野郎、今度おごらせてやる。時間無制限、10カウントノックアウト方式はドラゴンヒートと同じだが、さあよく見てくれこのド派手なリングを。こいつがただのリングと思ったやつは誰だ。ノーノー、背中をロープに預けりゃ大量の電流が流れてくるぜ。スマッ、そう、逃げは打てねえ、全身あるのみ。強制排水の陣、これがアシュラだ。それじゃあこのクレイジーなリングに上がるファイターを紹介するぜ。オンザライチン、カムロのドラゴンヒートが誇る生きる伝説、右京達也。ボクサーとしての輝かしい未来を捨てて地下格闘界に戻ってきやがった。この愛すべきクレイジー野郎に立ちはだかるのはこいつだ。オン・ザ・レフト・ハンド、メキシコプレレスルチャリブレでかつてヘビー級を制した男、メキシコ史上最強のルチャドール、メテオ鈴木。メキシコ中を熱狂させた宇宙から降り注ぐ隕石のごとき空中殺法が今宵も炸裂するか。あっと、どういうことだ。マスクは死ぬまで脱がないと言われるルチャドールがマスクを放り投げた。てめえはまた会うたな、右京達也。どういうことだ。お前の手の内あん時バッチリ見せてもろたで。てめえこっちも今度は本気で行くで。30秒は耐えろや、瞬殺やと客が怒るからな。ルチャリブレの申し子、メテオ鈴木。こいつの空中殺法はクレイジーダイナマイト。うまく避けて迎撃しないと爆殺だ。バカオチ、達也の命が危ないぞ。メテオ、
の頃だ。大気圏で燃え尽きてんじゃねえかよ、バーグ。なかなかやりよるの。感心しとる場合ちゃうぞ、こら。もしドラゴンヒートに負けてみや、わしは登場界に顔向けできんようになるやぞ。何をビビっとるんですか。わしはてっきり新岡さんは登場界を食おうとする勢いで腹くくってわしらと組んどるんやと思ってましたが。そや、分かっとんなら飽きた。お前さっさと落ち着いてくださいや。まあ黙って見といてください。新岡さんもご心配みたいや。大場、次はお前が行け。任せといてください。まあ負け知らずの男ですわ。最強の格闘技とは何か、お前の口癖やろ。それを右京に教えたり。きつかったぜ。あんな相手初めてだ。でも勝ったじゃないか。やっぱセコンドが優秀だと違うな。アドバイスが大雑把すぎんだよ。どうした？肘にダメージが残ったか。平気だ。なんでもねえよ、これくらい。炎症がひどい。放っておくとパンチが打てなくなる。なんだてめえは、平気だって言ってんだろうが。ここが痛むか。やっぱり結構ひどい。医務室で見てあげよう。お前
アシュラのドクターじゃねえのかよ。病人に差別はしない。でも一応誰にも見つからないように一人で来い。さっきのメテオ鈴木は見なくていいのかよ。後で見る。とりあえず君からだ。早く入ってドアを閉めて、こっちに来て。このベッドへ。ああ。お前目が。ああ、昔事故で失明したんだ。ほら手を出して。やっぱりだいぶ酷使してる。動かないで。よし、通った。通ったって？気だよ。これで炎症は収まるはずだ。マジかよ。信じられねえ。痛みが引いてる。ダメだ、しばらくはあまり動かさない方がいい。おう、お前名前は？野崎亮。亮か、ありがとうよ。でもなぜだ？何が？さっき病人は差別しないって言ってたけど、やっぱおかしい。なぜアシュラの人間が俺を助ける？君が怒っていたからかな。なんだよそれ。人間が本気で怒れるってのは絶望していない証拠なんだ。そういう性格がちょっと羨ましくなったのかもね。は？でも、あ、なんだよ。やっぱりね。わかる、わかったよ。何が？君はもうこれ以上アシュラと戦わない方がいい。君が相手にしてるのはアシュラであってアシュラじゃない。君はとにかく戦えば戦うほど誰かを不幸にしていく。感想がそう言ってる。達也、どこだ？よくわからねえけどよ、俺はここで引くわけにはいかねえんだ。あいつらのためにも俺のためにもな。そっか、君は強いんだな。でもね、僕の元祖占いは外れたことがない。占い？そんなもんは信じねえよ。占いじゃない、運命さ。なあ、俺は占いも運命も信じねえ。悲しい未来を教えられれば人間はみんなそう思いたくもなる。わかるよ。でもね。おい、直してもらっといて悪いけどよ、勝手なこと言うんじゃねえよ。気を悪くしないで。でもね、君のようなタイプは危険なんだ。だから教えたいんだ。運命は決まっている。それは仕方ないんだ。だから運命をしっかり受け入れた上で人生を過ごすことはとても大事なことで。運命ってのは変えられんだよ、てめえの力でな。じゃあな、ありがとうよ。